男性のスタッフ の店長の島崎は休みの日に私入るんですけど、うん、だから月に7日は必ずいるんです。へその日にたまたま会ってるんですよ。2回もそう。いやいや、なんかねそういう周期的なものあってね、あの月にね何回か会う人がおったり でその中継ちょっとずれたら久しぶりってなるっちゃうけど、あのこう重なる時ちょうどこうなんかあると、そんなふうにだけ月に7日ないし、まあちょっといろいろあって月に10日はいるんですよ私。だけその時にたまたま会うとっていうだけだけど、もう全然いつもとペース変わらないですよ。だけ例えばいらっしゃってる日がね、例えば金曜日の午前中とかに来てあったらずっと私いないんです。金曜日の午前中は必ずお稽古やけ、うん、とかね。あとはね、あの水曜日は普通だと、あの今までやったら商工会議所の女性会の定例会とかが必ず1ヶ月に1回入るんですよ、はい、けど今こんな感じやけ、ほら会合みたいなのがダメ、ね、中止でしょうが。なのでそんなので休みがちょうどこんな日になっとってこうとかね。へえ、そうそう。だけど今までコロナやったら普通やったら外仕事しよったやつが、うん、あの関係なくなって、ほれこう休みもこうそれでアトランダムなってみたいな。だけ逆に私日曜日の方がよく休ませてもらってます。逆に今日曜日に、うん、逆に、はあ、休ませてもらってます。あ、男性の方はの方があの勤務でいてくれて、平日に休みをあの彼の方が取るんで、私が平日にいることの方が多いんで。あの方近くですか？東区です。東区。東区。あ、近いんですか？あ、東区よ。東、福岡市東区。わかんない。え、福岡市東区がわからん？わかんない、東区。あ、そっか、熊本か。あ、だけわからんよ、ね。あ、詳しいことわかんない。詳しい。いや、そっか。でも、じゃあ、これ見たらわかるかな。これちっちゃいかな。やば、ちっちゃいね、この地の地図、ね、そんな見せられても困るね。ちっちゃいっすね。ごめんね、ちっちゃいね、こんなのもうちょっと大きくなる。すいません、もう年が。いやいや、そうそう、ごめんごめんごめん、あのスマホで大きくなった地図は思い寄った。いや、それは携帯で見たらわかるんで、うんうん、大丈夫です。うん、だけん、ね、はい、ここが、あ、大きくなったらあれよね、ここが今、粕屋町でしょ、ね、うん、東区って、ここ、うん、隣東区ってね、この鹿の島とかなんかにこうつながっと、これが東区。鹿の島？鹿の島ってこれ。私あんまり詳しくないんですよ。いや、それでも鹿の島って言ったら金印が出たとこでから不幸、あの普通こうあの何普通に社会の時間とかに全国どこにいたって日本にいたら絶対習いますよ。鹿の島って。いや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 、わかんないです。なんか小学校行ったでしょ。いや、行きましたけど。授業中何聞いてたんですか。何歳と思ってるんですか。いくつですか。もう68です。68でもう歴史とかだけど、もうこうで、いや、まあいい、まあいいけど、あのこれが鹿の島、これが鹿の島、これがのこの島。あ、のこの島ってあのほら、あ、のこの島の星ってこと。いや、なんかって歌であるじゃないですか。どんな歌。あの誰の歌ですかね、あのさだまさしだったかな、誰だったか。ああ、分かった。なんか井上陽水ののこの島の片思いか。井上陽水のか。井上陽水生きてるんですか。まだ元気じゃない、うん、なるほどね。じゃあ鹿の島よりものこの島の方が有名って、そういう歌とかがパッと分かる人にはね。なるほど。いやいや、だってそれでないと知らない、行ったこともないし。いや、のこの島と鹿の島はね、もう要するに井上陽水の歌を知らんかったらのこの島の方が知らん、みんな。でもあの段和夫とかなんかが最後の土地に死んじゃったけん、そういうので知っとったりする人もおる。のこの島はね、鹿の島はこの海の中道って言うんですよ。このほらどっちもどっちもほら見えるけん、だから中の道、海の中道通ってこの鹿の島って言ったら普通あの、まあ、知らない人のが少ない、福岡しちゃったらね。で、そのそこが東区、これ東区で、そののこの島があるのは西区。ああ、じゃあ向かい合わせになってるんですか。で、いや、だからこんなに地図としては近いけど、あの行政としては東、こっちは東区になるわけ、こっちは西区に入るわけ。へえ、うん、なるほどね。で、その粕屋町っていうのはその東区と博多区に間にあるやつやけど。へえ、いや、これもらったらダメですか。いいですよ。 ありがとうございます。へえ、そうなんだ。そう、うん、で、その笠山町の笠野が間違っとったけどね、そこに電話してね、それじいさすがに間違っとっちゃったらね、あのあれですよって言って、そう、私ちょっとあのほら説教ばばやけさ今日わざわざ電話やでしょ。そう
過ぎてからあのせっかくね、うん、広告屋さんなのにね字やら間違っておっしゃったら広告誰も連絡あの誰も頼みませんよってかわい、ね、せっかくしとってね、本当ですね、思いません、広告の人とかね、うん、でしかもね見てよ、見てほら何待ち何待ちって書いちゃうやないこうやって、ね、はいはい、なのに色が塗ってないわけ、ここここの人たちだからここが例えば中川氏やったり、ミスですね、うん、だけどもうミスでしょ完全に、はい、だけどもうこの字を誤植しただけじゃなくて普通このなんとかエリアって言うとやったらこここれがちゃんと該当したやつ塗っとかないからね、それはそうでしょ、ね、そうって思いません、だけど あんまりそのほらそういうエリアのこととかなんかで出すこの広告屋さんがさあまりにもお粗末やもんやけん、これねこの入っとったけんさ、これあの、うん、そういうこういうほら商売をしよう人だけの広報誌みたいに入っとったわけ、だからほら普通やったらこんなのでわざわざお金出さんよねみんな ね、 こんなんで間違っとったら大味すぎて、でもあの分からないでね、私なんかもう全然分かんないから、いやだいやいや、だけど一般の人やったらそんなんでほら普通の食べ物のチラシとかやったらそこまでほら字を間違っとうとかなんかとかまで言わんけど、こんな今から広告でも打とうかっていう人はこれやったらせんよね、こんな、ね、こんなんば間違いよしゃんような広告屋さんにあのいちいち全部チェックせないかんもんね、そうですよね、こっちがわざわざこういってせないかんとか言ったらじゃあ自分でするって話やもんね、あんまり、ね、それわざわざね朝からね、はい、あのどこかへのここはでね、ここに電話したらね、今日は担当の者がお休みですよ、いいじゃんよだれやったからね、じゃあ分かった、もういいですよ、伝えてくださいって、じゃあせっかくやったらね、あのこんなのわざわざこんなチラシを何枚も作ってね配布しようしたけど、これはあの要するにそんなのでも打とうかっていう人には刺さらないです、もうせ改善して作り直してあれせんと、これはずっと配りようしたって気がとけ、誰もチェック宣言さ、ずっと配りまくりようしたっけ、これをこれをですか、うん、そしたらさ10万以上のものとか出すような人がよ、でこれにまだ作るのにまたこれの GM がまた別にかかりますなんていうことはさね、20万30万の仕事よ、そんな仕事をこんな間違ったようなのでさするわけないやない、本当ですよね、うん、と思ってね、普通やったらそのままスルーよ、だけどちょっとほら私は性格がさもう語源あるもんやけんね電話したと、だけど社長、うん、最初見た時はそんなにあれですよね、おかわりないですね、最初っていつ見ちゃったと、私のこともう長いじゃないですか、私ここに来るの、そうね長いでしょ、そうね、11年前一番最初のお取引、そうでしょ、うん、ね、うん、だから45やったってことね、その頃ね、いやその年は、ね、いくつかほら、うん、存じ上げないけど、いやいやでもほら、うん、全然なんかあのなんて言います、お年をそのうわー召してるなっていう感じが全くないですもんね、あのね、例えば銀行とか他の取引とか新車とかがね、ここにやったら融資していいなって、まあ例えばこの私がなんかこう商売をしてるんじゃないですか、ったら融資していいなって思うのって、よぼよぼっとしてもこの入ってくるような感じやったら、あこの人には貸せんなって思うけど、シャキッとしとったらさ、あこの人だったらお取引できるなってやっぱ思うじゃないですか、だけど芸能人とかあと結婚する前の人は見た目とかなんとかじゃなくて、一生その人が見た目ちゃんと元気若々しく元気な感じっていう風にしとかんと、こういい話は来ないですよね、っていうのは、ね、うん、だけんそのもう帰ってでもさ熱いバッチリメイクみたいなのが帰ってしなくなりましたね、年取ってくると、あね逆にそうですね、帰って老けるもんね、変にしたら、あもういやなんかちょっとあの、うん、ミスマッチでしょ、そう帰って、だけどその元々の肌の美しさとかのが大事やけん、腸の調子を整えるとかさ、はあ、こうほらこうねこうちゃんとストレッチして体を、はあ、あの痛み始めた体をなんとかこうね壊さないようにするとか、そっち側の方に回ってもうね神経を注ぐ足のようになりましたね、それとか、うん、あの何て言いますかね、うん